どうもパニアンです。こんにちは。あのですね、まあ、YouTube の動画投稿を始めて、まあ、1ヶ月弱になるんですけども、あのチャンネル登録が10人になったんです。これ僕ちょっと予想外で、もう統一性も何もない、この低たらくなチャンネルに10人もついたっていうのに正直ちょっと驚いてるのんと、まあ、むちゃくちゃ嬉しいのんと、で、やっぱりね、普通こう YouTube で何かしら収益化を図ったり、まあこう動画を上げるなら、なんかこうコンテンツっていうか、そのある程度のジャンルっていうのを、まあ2個ないし3つなり、絞って出した方が、それは見てくれる人、あの固定の視聴者さん、そういう風なのがつきやすいっていうのはもう分かってるんですけども、僕自身は別に YouTuber になろうとかそういう風なのはあまり考えてませんので、もっただほんまに自己満で動画上げてるだけなので、正直、この10人っていうのはすごい意外で、でまた、本当に嬉しくあり、なんかちょっと待ってくださいね。失礼しました。まあ嬉しくもあり、もうあれですね、なんかこうちょっとやりがい若干見えてきてますもんね。もうなんやろう、まあ今後見据えても、やっぱり自己満動画しか多分上げることなくっていうか、そういう才能がなくて、でまだね、動画編集ソフト一応入れたんですけど、まあそれも要はまだ使い始めて1ヶ月弱で、でまだその動画にテロップすらちょっと入れることができないというね。だからいろいろやりながら、なんかもう常にテスト感覚で動画上げてますので、まあ数やればある程度のクオリティにはなってくるとは思うんですけども、そこはあまり期待せず、まあこの低たらくなチャンネルを今後もまあ暇つぶしに貴重な、まあ、5分ないし、もうまあ1時間、まあ6時間とかちょっと出してるのもあるんですけど、まあ、それ完全に僕が聞くようで、なんていうんですかね、カノンなんですけど、寝れない時とかに聞くとすごいこうスーって気分が落ち着くんですよね。だからそういう風な動画もまあ上げてますけど、まあ、基本はまあレトロゲーム、まあ、スーパーファミコンですね、ソフトいっぱい買ったんで、であとまあこういうしょうもないお話とになっていくんじゃないかなって思ってます。あとはもう自分が面白いと感じたもうボンボン上げていくみたいな感じになると思います。まあ、こんな感じでとりあえず10人達成記念ということでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあねー。